どうも、三浦です。ゼルダの伝説、ムジュラの仮面、やってきます。今回はですね、いよいよムジュラの仮面、もう倒したいなと思います。ラスボスですね。いやいやいや、時間かかった。このゼルダの伝説をやり始めたのはね、確か2月。2月に発売されたんですよ。なんで、3ヶ月か4ヶ月ぐらいかかってる。よし、もう終わりにしよう。そう、前回戦ったんだよね、ムジュラの仮面。だけど、ちょっと戦い方がよくわかんなくて負けちゃったんですけど、練習したんで大丈夫です。結構ね、ゼルダに関してはやり残してることは結構あるんだけど、まあいいかなと思って。よし、来た。よし、やっていこう。結構ね、練習したからかなり上手くなってるはず。あ、当たんなかった。行った瞬間から失敗した。このムジュラの仮面の裏側が弱点なんだけど、あー、くそ、当たんねえ。よし、入った。オッケー、やった。まだまだ待て、まだ待て。あ、くそ、入らなかったか。弓はもったいねえ。よし、行こう。今日はちょっとね、ノー編集でいきたいな。ノー編集、カット編集なしで。ということで、あんまグダグダしてるとね、ダメなんだよな。だ、はい、来た。オッケー、来た来た来た。サクサク来てる。今回はサクサク来てる。ちょっとムジュラの仮面怖い。うわーっと食らった。あ、でもそれでもハート半分ぐらいしかダメージ受けないんだね。余裕余裕。あっと、あっ、通った瞬間にダメージ受けた。ちょっと待て、ムジュラの仮面じゃない。まずはこいつを倒そう。リリリリリリ、あったい。うわっ、やばいやばい。うわ、痛い痛い痛い。ちょっと待て待て待て、結構ダメージ受けた。いやー、それやばい、それやばい。いやー、ちょっと待て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 。当たんないな、ムジュラに。いや違う、お前じゃないんだよ。今ムジュラに返したかった。どこ行った、どこ行った。あとこいつだけだ。いて、よし、行った。これで邪魔なやつはみんなやっつけた。あとこいつだけか。いて、いてえな。これは敵の光線を跳ね返して倒すんだけど、まず一発目入った。多分4回ぐらい跳ね返せば倒せるのかな。来た、2回目。あと2回ぐらいか。よし、多分次が最後。
さあこっからだ。ムジュラの化身だっけ。なんだろう、ムジュラの化身はね、そんなに強くないんだけどね、ちょっとイライラすんだよな。どこ行った、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 いた、よし、ちょっと待て、まずい、まずい、まずい、あ、食らった。いや今ガードしたんだけどちょっと遅かった。ちょっとね、妖精使うのちょっときび、いいいいいい、くそ、あ、くそー、ダメだ、攻撃当たんない、待って、 OK、 ようやく倒れた。まだまだまだ、倒れろ、ちょっと待って、攻撃がね、当たりそうで全然、おお、あ、なんか勝手に転んだんだけど、あっ、まずい、危ねえ、今攻撃受けるとこだった。弓矢使っちゃおうかな、ちょっとでももったい、いや使っちゃうか、よし、オッケー、あ、くそ、当たんねえ、まだまだまだ、立ち上がるな、オッケー、まずい、あぶねえ、オッケー、あ、くそー、避けられた、しぶといな。ちょっとね、一番弱い剣、小切りの剣を使っているっていう線もあるんだけど、しぶとい、本当にしぶとい。お、パターン入ったか、パターン入った、パターン入った、よくわかんないけどパターン入った、転べ転べ、あー、パターン終了、せっかくはめてた、よしよし、入った。でこっからだよ、このムジュラの魔人を倒せなかったんだよね、どうしても。よし、行こう、光の矢、あれ、やべ、攻撃入んなかった、どこ行った、あー、攻撃当たんねえ、攻撃当たんねえよ、くそー、くそ、ちょっともっと近づこう、入った、くそ、ちょっと待って、魔法の瓶が出てる、あ、取ろう、あー、くそ、取れなかった、あ、くそ、やべやべやべ、ちょっとあの、あー、また魔法の瓶が出てる、なんか攻撃当たんないんだよね、なんでだろうな、よし、ようやく入った、ちょっと弓矢を補充したいな、向こうにあるな、これもらおう、あー、くそ、魔法瓶じゃない、
これは？よし弓矢だ。オッケー、浮いて。ダメージ入ってんじゃない？もう、あ、ムジュラの魔人が攻撃する前に弓矢を撃っちゃえば多分これ一方的に倒せんな。あ、くそー、やべ、捕まった。あ、くそ、ちょっとこっからが難しい。避けられた。オッケー、よし、爆弾を出したっていうことは、あれ爆弾なんだけど、もう体力がほとんど残ってないってことだ。うわー、くそ、爆弾怖い、爆弾怖い今。こっちもちょっと弓矢がなくなってきたな。まずい。あ、攻撃入ってねえし。どこ行った？あ、やばい。あともう少し、あー、やられた。この妖精が最後だ。これで決めないと。まだ。どこ行った？どこ行った？あいつ。あ、こんなとこ行ったのか。もうこれで決めたい。決まったー。これムジュラの大魔人が出てくるとかそういうのないよね。これで最後だよね。ようやくだ。長かった、3ヶ月。もっとね、早く終わらせればよかったな、本当に。1ヶ月ぐらいでね。ちょっと3ヶ月は時間かかりすぎでしょう。いや、このムジュラの仮面ね、最初実況やってた頃は結構いろんな人に見てもらえたんですけど、まあ最近はね、もう発売から3ヶ月経ってるということで、最近あんま見てくれてる人がいないんですけどね。あ、月が消えた。いや、これで本当に全クリだね。よかったよかった。なんかこの4人の巨人とあのムジュラの仮面が仲間みたいなことをね、ちょっと言ってたんですけど、一体どういうことなんだろう。あ、気がついた。あ、リンク気失ってたんだ。こいつらな、もっとね、かっこよければよかったんだけど、なんでこんな間抜けな感じになっちゃったんだろう。お前たち、オイラのことを忘れてなかったのか。あ、ムジュラの仮面と友達なんじゃなくて、スタルキッドの方か。まだ友達だと思っていてくれたのか。泣いてんのか？
あ、帰っていった。巨人たち帰っていった。お前が助けてくれたのか？あいつら、オイラを相手にしてくれないと思っていた。だけど、オイラのこと忘れていなかった。友達っていいよな、へへへ。お前もオイラの友達になってくれるか？いやー、ちょっと怖いな、こんなの友達だったら。お前、森でオイラに歌を教えてくれた。妖精の子と同じ匂いがする。じゃあ何して遊ぶ？お、ムジュラの仮面から邪気がなくなってる。お、お面屋。ちょっとね、このお面屋も正体がね、謎なんだけど、確かに受け取りましたよ。さて、私は旅の途中ですので、これで。あ、スタルキッド隠れてる。あなたもそろそろお帰りになられた方がよろしいのでは？出会いがあれば必ず別れは訪れるもの。あ、これね、わかるかな？このお面屋ね、マリオの仮面も持ってるんだけど、わかるかな？今見えてるけど、マリオの仮面。ですが、その別れは永遠ではないはず。別れが永遠になるか、ひとときになるか、それはあなた次第。では失礼します。おや、あなた、ずいぶんたくさんの人を幸せにしてあげましたね。あなたの持っているお面には幸せがいっぱい詰まっている。これは実にいい幸せだ。お互い目標は達成したんだし、あんたとはここでお別れね。まあまあ楽しかったわよ。さあ、そろそろカーニバルが始まる時間だわ。さっさと行ったら？リンク、ありがとう。あ、もう完全にエンディングだね。